今度はね、同じホワイトなんですけども、こうやって布に書こうかなと思って、アートラインさんのお名前マーカーを買ってみました。色はやっぱり白ですね。ほら、黒い T シャツとかね、ああいうのに書きたいじゃないですか。あれ、これだからめくるところがないですね。髪切ったら、はい、めくった。で、これも多分先っぽをポンポン押さないといけないのかなと思いますね。こうやってポンポン押して、インクが出るように下地を整えた上でね、書いていこうと思います。よし、出るか出るか出るか。お、出てきたね。なんかね、やっぱりね、20回か30回くらいぐらい、ポン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 しないと、インクが染み出てこないですね。出てきたかな？これ、なかなか出てこないですね。ちょっとね、叩いてますね。待ってくださいね。こうやって、コン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 やると、中の、なんか、重りが作動して、いい感じになるかも。出てこないですね。ちょっと前編これで終わりです。後編に続きます。